はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。NHK の値下げ続報であります。来年秋実施だって。衛星料金200円、地上波料金数十円を値下げして、200数十円、全部で値下げするみたいであります。親元を離れて暮らす学生の受信料全額免除というのがついておりました。なんか良さげに思えますけど、私はあれって思ったな。学生からも取ってたの。そもそも学生は収入もろくにないんだから受信料免除だろう。そうなんだよね。生活保護の方は、受信料免除になって、学生なんか収入ないんだから、無所得ということで、免除にならないもんかな。それともテレビは贅沢品という判断なんでしょうか。見てないのになぜ払うのか。金額の高ではない。契約の義務とかおかしい。いや、なんでスクランブルにしないの。まあまあ、当たり前の意見、出てましたけれども、現在217円の地上波プラス衛星セット料金が1900円台になるちゅうことか。まあ総資産 1兆2600億円だっけかな。そのぐらいありますんで、まあ余裕なんでしょう今は。問題はそこでなくてですね、学生全額無料、親元離れて暮らしてる人は、まあ親元離れてない自分家から大学帰ってるなんて人は、まあ親が払ってますからね、当たり前のこと。今まで生活保護の方も契約して全額無料ってパターンが多かったんですよ。生活保護の方は免除ですからっていうので、じゃあなんで契約させんのみたいな疑問があったんですけど、生活保護で亡くなったすぐに NHK が払えと言ってきた、どうしようっていう相談何件も受けてます、私。ですんで、とりあえず契約はさしたいっていう、住所と名前を知りたい。NHK はですね、学生さんに契約させて免除しててもですね、学生じゃなくなった途端に請求開始しますからね。NHK は多大な労力かけて契約者の転入転出届を全国の市役所区役所で毎月チェックしております。合法なんですけど、残念ながら、一旦契約してしまうと解約しない限りですね、一生かけられる、一生追跡されます。どこに引っ越そうと。学生さんはただですから、これに騙されて契約してしまうと学生じゃなくなった途端に、請求が始まり一生追いかけられるよ。今まで免除してた分滞納追及も払わないと厳しいだろうしね。なので学生の皆さんはテレビないって言って契約に応じない、あるいはテレビを捨てて契約しないが最強であります。学生なんて数年だから、とにかく契約させて住所氏名を集めようっていう契約計画でしょうね、意図でしょうね。邪悪な NHK が考えそうなことで、 NHK は住所と名前が欲しくて欲しくてたまんないんですよ。今ね、特別宛てどころ郵便とか言って、あ、この部屋人住んでんな、名前はわかんねえけど、で、いう場合ですね、封書送ってきます。名前なしで住所が書いてある封書、これで契約を迫るわけなんですけれども、そういう郵便が届いた人はですね、 NHK は誰が住んでるか知らない、テレビがあるかないかも知らないということですんで、反応しないでください。破って捨ててください。これは、あとですね、公共料金、ガス料金や電気料金の会社が持ってる名簿を NHK にも使わせろよって総務省に要求したことありまして、さすがにね、そんな警察みたいな権限与えらんないよということで却下されましたけれども、 NHK はとにかく住所氏名知りたくてしょうがない。一回知ればですね、一生追っかけられる。で、無料だっつって来やすく契約してしまった学生さんは今後も騙しやすい存在、つまりカモの住所を集めたいということで、学生さんは NHK が来ても、契約せずに、騙されないでください。今払わなくていいかもしれないけど、学生なんて数年だからね。保険証廃止、マイナカードに一本化、2024年秋までにだって。2年かけて保険証なくすみたいであります、厚労省。世論これぐらいやらんと普及しないから、正解。初めからマイナカード強制すればいいの。これはトラブル増えそう。土日もマイナカード手続きしてくれよ。よく物なくすからマイナカード持ち歩きたくないんだよな。物なくすのはちょっとADHD っていうのを疑ってですね、
ちょっと病院に相談した方がいいかもしれません。持たないやつのせいで非効率になってんだから罰金取ってもいいぐらい。持たない人のせいでそのね、一律給付とかができない、手続きしてもらわない。マイナカードは顔写真あるから悪用しにくい。これそうですね、保険証の人の保険証使ってっていう詐欺は、未だにね顔写真ついてないから保険証、捕まる人多いですよね。あとね顔写真ついてても、インド人の人なんかだとちょっと見分けつかない、私には。だからね本格インドカレー店なんつってインド人が数人働いてるようなところで、ある日突然店員さんがすっかり入れ替わっても全然気がつかないじゃないか、顔写真見てすら分かんないんじゃないかなんて思ったりしますけれどもね。戦争が始まる前に情報の一元化を進めよう。全員が持てば役所の窓口業務が大幅にスリム化できるし、夜間もコンビニで書類が取得できて国民の利便性も向上する。メリットありますね。私は持ってます。都内が便利で運転免許失効してしまったんで何かと身分証に使ってます。5代前のですね靴沢九太郎さんまで戸籍公開してる私に怖いものありません。2回役所行かないといけないのが難点ですね。手続きと引き取りに本人が行かないといけない。本人以外が行ってもなかなか引き取れない、です。土日やってないのも難点ですね。平日忙しい方はいけないもんね。それのために有給取るのもなんだわな。土日も窓口開けるかそのマイナカード部門だけどね。夜間訪問サービスとかも検討すべきなんですよね。手続きめんどくさい、これはやむを得ない。パスポート以上に重要な身分証なのでずさんに雑に作れたら悪用されますよ、これなりすましとかね。これに絶対反対してるのは暴力革命目指す左翼か不法滞在の外国人勢力でしょうね。個人情報がーって、いやいや何するにしても住所と名前必要で、NHK の契約ですらね、住民票ですでに国家に管理されてんだから今さら。マイナンバーカードー、マイナンバーだってカード持ってないですでに割り振られてますから、持ってるか持ってないかの違いでしかないですね。犯罪する気がない、革命目指さない、脱税しない、善良な超個体の一員は何も困りませんよ。そういえば最近ですね、23年間も不法滞在してた韓国人女性が逮捕されたってニュース見ましたけれども、日本で出産もしてて支援組織があっただろうっていう意見が多数でした。こういう組織とつながってるとこが大反対運動始めるから、まあ見てましょう。マイナンバーカード普及に反対するのは後ろめたい人って思って間違いない。北朝鮮のミサイル脅威について岸田総理、注視していかなければならない。なんだその人ごと風味だっていう話で、出た注視、また注視。こいつほんま見るだけ聞くだけ、注視するだけで会議するなら政治家いらん、見るだけ聞くだけずっと注視、なんもできないんだなこの人。ほんと働かねえな、注視するだけ、ボンクラ総理。見てるだけ。注視していかなければならない。そりゃそうだろう。これね、総理が言ってるのは原理原則スローガンであって、例えばですけど太陽は東から昇るみたいな当たり前のことであって、自分の意見や意思を言ってるわけでは全然ないですね。石破茂もですね、こういう言い回しが得意で、丸々すべきとか丸々していかなければならないとか、原理原則喋って結局何も言ってないっつ、これは自分の言に責任取りたくないなら政治家やめろ。もちろんこれ責任追及後でされないようにごまかしてんですけど、結局何にも言ってねえっていうね。共産党危険だ、滅ぼすべきだっていう私の意見も取り残さないでもらえてって、豊島区議会本議会で言い放ちましたよ私は。自分の言葉として責任取って、おかげでですね、47年ぶりの議員懲罰委員会にかけられましたけどね、まあ返り討ちしましたけど、何も自分の意見を言わない岸田総理、支持率が 35% に下がってしまいました。
続落 35%、 不支持率 48%、 共同通信の調査は政党支持率も含め毎回厳しめの数字だが続落だから右肩下がりなんでしょうね。共同通信のあの調査だとね、立憲の支持率も 4.何%、 厳しめの数字、共産党も 2.何%、 厳しめの数字が出るんですけれども、まあまあ先月との比較ですから、世論です。国葬も終わったのになんで支持率も注視しないと。北朝鮮ミサイルが空気で国民の目がそっちに行かなかったしね。下げ止まらないな。息子を秘書官にして後継者よし。せめて食料品生活必需品の税率を一時的にでも下げればいいのに何もせず注視するだけ。支持率回復には大減税しかないぞ。全くだ。ああ、今 48.1% ですからね。実質税負担率もう重税国家、超重税国家日本。ああ、これなんとかしろって物価高って言ってるんだったらさ、麻生内閣解散時は支持率 22% とかだったような気がします。まだまだ余裕ですね。あの時はまだテレビ新聞の力が強くて今よりも、騙された人が多かった。様子見で自利品になる前に高市さんに代われ、良くなる見込み全然ねえから、自民議員は総理に辞めるように言え、自分の選挙を不利になるよ。とてもじゃないけど総理の器でありません、和田秀樹国際医療福祉大教授、老化に伴う前頭葉の機能低下で感情のブレーキがかからなくなる高齢者。前頭葉って大脳皮質の方ですね。一番外側は理性を司る。ファミレスで頼んだものがなかなか出てこないと激怒する。市役所の職員の対応が気に入らないと怒鳴りつける。駅の係員の対応が悪いと傘で殴る。行きつけの店にしか行かなくなるといった行動は初期兆候。これ認知症っていうか、大脳の衰え、ですか。世論です。開拓して外れたらがっかりするし、これ新しいラーメン屋さんとかですかね。どこ行ってもカレー食うやつやべえ、ワイも決まったものしか注文せんわ、そのぐらい好きにさせたら。そういえば今年親父が60になるけどカレーしか食わなくなった。毎食カレー食ってんの？それはそれで体壊さない？ワイいろんなラーメン屋開拓しまくってるけど多分ボケる私も決まった店で決まった注文傾向強いです。やべえな。モスバーガーではモスバーガーしか食いません。とんかつバーガーとか、ホットドッグとかもあるんだけど毎回ねモスバーガーしか注文しません。マックでテリヤキとフィッシュバーガーしか食いませんココイチではトッピングなしの豚ルーのカレーしか食いません。サイゼではエスカルゴとパンばっか。松永庵っていうラーメン屋さんじゃないや、蕎麦屋さんなんですけど、醤油ラーメンか塩ラーメン、タンメンですね、しか食いません。蕎麦もうどんもあるのに。対して期間限定メニューにですね、冒険するのは男より女性の方が多い気がする。石器時代ですね、男が外で得る食料は死ぬかもしれない毒キノコとかあったかもしれないですけど、女性の元に届くのは男が毒水みだから安全。変なもの食って、どうにかなっちゃった男はそこで倒れて女性の元までたどり着けないっていうですね。女性がのところに男が飯運んでくれるでしょ。大体安全だっていう話。男がもう毒味してっから、で男は女性の元に届ける前に毒味してダメだったのはバタバタ倒れてく、から危ねえものも中にはあるって話が何万年も続いたから、女性より男性の方が未知の食物に警戒心が強いのではないかという、私の説ですね。決まりきった生活は老ける。これは昔から言われてきたことで、同級生でもですね、銀行員とか公立の教師とか老けるの早かった記憶があります。サラリーマンは千差万別ですね。毎日が勝負みたいな相場師みたいな仕事の人は老けないかもしれません。ハイリスクハイリターンの仕事を毎日やってるなって人は老けないかもしれない。脳の老化で感情のコントロールできなくなるっていうのは、年取って涙もろくなるのは
これですね。私もあの花って聞いただけで、涙が出そうになります。見たこともねえのに。ホタルの墓って聞いただけで、涙が出そうになります。見たことねえのに。私が読んだことある論文ではですね、大脳が衰え、理性が効かなくなり、その人が本来持っている資質がむき出しになるっていうようなことも言っておりました。もともと怒りっぽい人がますます短気に、もともと暴力的な人がますます暴力的に、なんせ理性が効かなくなってくるわけですから、まあ赤ちゃん返りっていうか子供に戻るっていうか、もともといい加減な人はますますいい加減に、私これですね。もともと雑な人はますます、私これ、むき出しの自分がですね、他者に受け入れられるか不安ですな、気をつけないとなって、思っております。あとですね、老害という言葉なんですけど、老害は存在しないんだって。もともと自分に害のある人間が年取ってたか若いってだけの区別で、つまりですね、自分に何の影響もない人、自分に利益のある人、自分に害のある人ってだけで、まあそれがたまたま高齢者だったら老害って呼ばれちゃいますけれども、若くても害になる人はいるという話でね、それが何の結論か全然わかんないですけども、というわけでメール党員さん大募集であります。今日はこれからメール党員さん限定イベントの、活動をしてまいります。メール党員さんにとって何の得があるんだか全然わかんないですけど、その活動によってね、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。